友達と遊んだ方が楽しいって。絶対俺たちと来た方が楽しいって。何をやってんだ。 取らせやがって。桐生さん、どうも。お前、ジョー、なんでここに？どういうつもりだ？いつかは俺たちもカムロ町に乗り込まなきゃいけないって思ってたからね。 桐生さんが行くんならちょうどいいと思ってさ、せっかくだからみんなで上京してみたんだけど。みんなでって、お前な。まあいいじゃない、それだけうちらも本気ってことだよ。そうそう、一応味と代わりにしていいって店を確保したんだ。 M サイドカフェっていうミレニアムタワーの横のカフェなんだけど、今から少しだけ時間ある。はあ、仕方ないな、少しだけだぞ。 この場所に俺らがたむろして構わないのか。この店マスターの知り合いが経営してるらしくてさ、掛け合ってくれたんだ。あのマスター、一体何者なんだ。おお、本当にやがったな、ジョーの野郎。お前ら、お前の動きなんてな、こっちには筒抜けなんだよ。ジョー、ここに来たからには もう容赦しねえぞ。カムロ町はジャスティスのホームだ。尾道みたいにお前らにやりたいようにはやらせねえ。そんなの覚悟の上だ。そうじゃなきゃこんな喧嘩なんか売らねえよ。それよりどうだ、久々に怠慢でも張るか。断る。この人はカリスマレインメーカーだぞ。
お前みたいな三下の相手をしている暇はない。勘違いしてんじゃねえぞ。じゃあお前らの相手は俺たちがやらしてもらう。最近退屈だからよ、相手してくれや。おい長、何なんだこいつらは。六教人の最強タッグ、天山小島、通称天小島です。俺と岡田がジャスティス作って潰そうとしたギャング、カラーズの中心人物だった奴らです。カラーズの？なんでそんな奴らがジャスティスに入ってるんだ。岡田はあいつらの力が欲しかったんでしょう。二人ともクソ野郎ですが、腕は確かですから。おお、ジョー君、分かってんじゃねえか。そうよ、カラーズからジャスティスに鞍替えしてもな、俺たちがチャンピオンだ、永遠のな。1たす1は2じゃねえぞ。俺たちは1たす1で200だ。10倍だぞ、10倍。おい、計算間違えてないか。それを言うなら100倍だ。細けえこと気にすんなよ、スケール感の問題なんだよこの野郎。細かいツッコミ野郎はぶっ殺しちゃうぞバカ野郎。まあまあまあ、天下の六教人がこんなところで三下と戦うのをよしましょうよ。我々の格が下がったように見られてしまうねえ、レインメーカー。ああ、そうだな。そういえばあんた前にも一度会ったよな。ああ、そうだったかな。偶然ってのはあるもんだな。あんたに恨みはないけど、俺の邪魔をするなら悪いけど排除させてもらう。上等だ。せいぜい楽しませてくださいよ、気流会さん。それでは。てめえら覚悟しときよ。あいつらがジャスティス本体か。こっちでも厄介なことになりそうだな。チームの編成をしたり、ジャスティスと戦うときはここに来て声をかけてください。わかった。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。
任せといてくださいよ。俺に任せてください。お待たせしました。この時の幕の上を見せつけて、一応本気だけは幕の上を見せつけて、この時を待ってました。どうや、勝利だ。よーお疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。
らの力見せてやりましょう。飛龍会の勝利だ。よくやった、お前ら。たちの勝ちだ。よっ、お疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。
前ら気合い入れていけ。気を緩めるな。進め。実証本気だ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 。ブルース叩き潰す。いくぞ、エアのホール。任せとけって。よし、俺たちの勝ちだ。いい戦いぶりだったぞ。この後もよろしくお願いしますね。気流会出撃だ。気を緩めるな。進め。
気流界の勝利だ。いい戦いぶりだったぞ。やるじゃねえか桐生さんよ。俺を本気にさせる人間に会えたのは久しぶりだ。嬉しいよ。だがそろそろ決着をつけないとな。おい天山、次こそはお前らとケリをつける。こっちも全力でやらせてもらうぞ。俺と小島天狗寺タッグでてめえらをギッタギタにしてやる。一人だろうが二人だろうが変わらねえ。まとめてかかってこいよ。前にも言っただろ、俺たちは 1+1 で2じゃねえ、200だ。分かった。1たす1が200で10倍なんだろう。分かってりゃいいんだよ。こっちがせっかく本気出すんだ。てめえらも本気で来いよ。俺たちはジャスティスがどうのこうのとかは大して興味がねえんだ。強いやつと戦えればそれでいいんだからよ。せいぜい楽しましてくれや。つまんねえ戦いにしやがったらぶっ殺しちゃうぞバカ野郎。次は天狗寺揃ってくるのかい。すんなりは勝たせてくれそうもないな。こっちもしっかり準備して臨みましょう。ああ。